日本特殊峠業株式会社は、スパークプラグ、セラミックス製品を製造するメーカーである。森村グループの一員、1936年設立。本社は、愛知県名古屋市水北、高津寺町14番18号にある。全世界で事業を展開し、海外売上比率は8割を超える。日本特殊峠業は、かつて日本外資の事業部の一つであったが、 森村の一行一社の思想から、スパークプラグの立ち上がりに応じて独立したものである。商標は、スパークプラグでは、日本外資の商標である、NGK スパークプラグを引き続き使用しているが、それ以外では、NTK ニューセラミックを使用している。なお、英文社名は、NGK スパークプラグ CO、リミテッドであり、全社の英語表記そのままである。スパークプラグ、 車載用酸素センサー、超音波振動子、セラミック切削工具の世界シェアトップのメーカーであり、MPU オーガニックパッケージでは世界第3位である。主力製品であるスパークプラグは世界のほぼすべての自動車メーカーに採用され供給を行っている。また、F1 等のモータースポーツにおいても多くのチームに採用され供給を行っている。2013年、 オーガニック IC パッケージ事業の製造部門すべてを他社に委託する。これにより、オーガニック IC パッケージ事業については、設計、開発機能と販売機能に特化したファブレス体制となる。コーポレートメッセージは、イグナイト・ユア・スピリット。2015年3月末現在、子会社36社と関連会社7社を有する。プラグスタジオホーム適用検索。 品番一覧、エンタメスパーク、トップモータースポーツフォーミュラ1、オーガニック IC パッケージ事業における、株式会社イースタントの資本、業務提携のお知らせ。日本特殊峠業株式会社。2013年7月24日閲覧。中日新聞経済部、編、自流の先へ、中部在界物語 P166P167。 株式会社日本セラテックの株式の取得に関するお知らせ。日本特殊陶業株式会社。2015年2月24日閲覧。株式会社日本 MDM との資本及び業務の提携と株式の取得に関するお知らせ。日本特殊陶業株式会社。2016年5月25日閲覧。第115期有価証券報告書。 日本特殊峠業株式会社。ピアニッシも P5 から82016年4月2日閲覧。ありがとうございます。